皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、アイデア次第で使い道が多い DIY で便利に使える格安のレーザーセンサーについてご紹介していきたいと思います。今日はかなり久しぶりのセンサーモジュールのご紹介ですね。レーザーを使った格安のセンサーモジュールを発見しました。レーザーセンサーって一体何なのかと思われるかもしれませんが、これって簡単に言うと、いわゆるスパイ映画でよくある侵入者防止対策の赤いレーザー光のあれです。レーザーに触れると反応するセンサーというわけなんです。今回は格安のレーザーセンサー、一体どうやって使うのか、レーザーセンサーの特徴とは、調査と実験を行ってみましたので、個人的な見解と合わせて皆様にご紹介していきたいと思います。今回のレーザーセンサー、こちらのような袋に入って届きました。こちら4セット入って999円でした。まあ安いんですが、ニッチすぎるので売り切れごめんですね。またこれめちゃくちゃ便利だとは思うんですけど、ほとんど売っていないのが不思議です。こちらレーザー発信部と受光部に分かれているんですが、接続用のピンヘッダーもこれなんと25本分も付属しているのは、これ何気にかなりありがたいですね。それではここからは各モジュールについて簡単に解説をしていきたいと思います。まずレーザー発信部のここの先端の部品には見覚えがありますね。こちら以前の動画でご紹介した激安のレーザーが使われています。なおこのレーザー自体がかなりお買い得です。1本数十円から入手ができます。詳しくは以前のこちらの動画を見てみてください。私200円ぐらいで激安のレーザーポインターも作りました。なおこちら側の基板はこのレーザーと制限抵抗のみの簡単な構成ですね。接続のピンヘッダーは3本ありますが、使うのはプラスとマイナスの2本のみです。一番上がマイナスで一番下がプラスですね。ちなみに中央の接続端子はマイナスに10キロオームを通して接続されていました。これはおそらくレーザーがオンしているかどうかの信号線だと思います。電源を入れてみました。ちなみに電圧は 5V ですが、だいたい 3.5V ぐらいから普通にレーザーが出てきます。注意点としては、電圧を上げすぎるといとも簡単にレーザーが壊れてしまいます。その場合やたら暗くなってしまうんですね。ただその状態でも一応赤く光るんで、動いているようには見えますが、もはや本来の性能は全然出せていません。このレーザー自体比較的壊れやすい部品ではありますが、先ほどお話した通り単体で手に入るので交換は比較的簡単ですね。なおレーザーの外周部を回すとピント調整も可能です。ちょっと動画ではお伝えしきれないかもしれません。なおレーザーはかなり強力で、夜間ならだいたい50メートルぐらいは優に視認できる能力はあります。また基板には固定用の取り付け穴も開いています。この穴は M2 用ですね。次に受光側なんですが、こちらは基板と1個部品が入っています。3本足の IC ですね。この3本足の IC が今回のモジュールの一番肝となるパーツ、超重要なパーツですね。これは光電スイッチ IC というもので、光でオンオフできるスイッチなんです。具体的には出力端子がありまして、それが光によってハイまたはローになるんです。つまり出力端子を MOSFET のゲートなどに接続すれば、MOSFET をオンオフさせることができるというわけですね。なお受光面は中央に丸印がある方ですね。これ見た目は LED に結構よく似ています。接続はそちらの面から見て左からマイナス、白く、プラスの順ですね。
ちなみにこちら3本足ですので当然逆に刺すこともできてしまいます。プラスマイナス逆になって壊れてしまうので注意が必要です。私1個早速ぶっ壊しました。なおこの光電スイッチ IC の正体が分かりません。型番がどこにも書いてないんですよね。なお基板側に DS18B20 とありますが、これ調べてみるとこちら有名な温度センサー IC で今回のものとは違います。おそらくこれ基板を流用しているせいだと思うんですが、全然関係ない型番が書いてありますね。どなたか心当たりがある方はぜひコメントで教えていただけますと幸いです。なお基板側にはインジケーター LED もありますね。こちらも回路はかなり簡単そうな感じです。なおピンヘッダーの接続は3本ありまして、同じく左からグランド、アウト、VCC の順ですね。こちら側も入力電圧は 5V でいいみたいです。 USB 電源が使えて便利ですね。なおこの光電スイッチ IC は光が入るとロー、光が入らないとハイになります。つまり普段はレーザーが当たるようにしておいて、レーザーが何かに遮られた瞬間にハイ、つまりオンになるようにできるんです。いわゆるスパイ映画の侵入者防止センサーと全く同じですね。肝心の刺す方向のご紹介を忘れていました。受光部側が手前に来るようにこちらのように接続します。ここからは実際に接続して試してみたいと思います。出力端子を電圧計に接続してあります。現在受光部にレーザーが当たっていないためハイ状態、ほぼ 5V になっていますね。ここでレーザーを受光部に当ててみます。ロー状態、ほぼ 0V になりましたね。レーザーが受光部に当たるとハイからローに変わることがわかります。しかし昔から私の動画を見ていただいている方はこの手のセンサーは以前にも似たようなものがあったことを覚えていると思います。代表的なものはこちらの人感センサーや赤外線センサーですね。これらのものもある程度離れたところにある物体を検出することはできます。今回のレーザーセンサーとこれらのセンサーとの決定的な差とは一体何なのか、それはズバリ動作の信頼性だと思います。レーザーセンサーは信頼性が抜群に高いんですね。信頼性が高いのはレーザー光線の直進性が高いという特性に起因すると考えています。まっすぐ飛ぶ光がレーザー光線ですね。つまり一直線に強い光を遠くまで届かせることができるんです。そのためきっちり受光部にレーザーを当てることさえできればほぼ確実に動作させることができるんですね。人感センサーや赤外線センサーが面で動作すると考えたら、レーザーは点で動作する感じでしょうか。遠距離まで確実に動作できるんですね。ただ遠くなると当てるのはそれなりに難しくはなります。また感度も低くすることができるので誤動作などもしにくくなりますね。今ちょっと部屋から出して遠距離テストを行ってみましたが、なんと8メートルぐらいは普通に動作しました。ちなみにこのレーザーセンサーにも欠点がありまして、それが普通の光でも反応してしまうことですね。照度計で調べてみると、なんと300ルクスぐらいで反応してしまいます。ちょっとこれ感度が高すぎますね。レーザー光ってピンポイントではもっともっと明るいと思いますので、もっと感度が低くてもいいような気がしますね。ここまで感度が高いと、受光部に筒みたいなものをつけて、直線方向のレーザー光だけ感知するようにした方が良さそうです。あと地味に不便なのがインジケーター LED がセンサーのオンオフには一切連動していませんね。ただの通電状態を表しているだけのようです。出力を MOSFET モジュールのトリガーに入れてみました。なお今 MOSFET で LED を点灯させています。これでちゃんと働くでしょうか。
いいですね。センサーにレーザー光が当たればオフになります。これで MOSFET を使えばどんなものでも基本的に連動させて動かすことができそうですね。ちょっと遠距離からレーザー光で狙ってみます。裏側からでも全然反応しましたね。なおレーザー光をワンショットタイプにして出力側にも自己保持回路をかければいわゆる競技でいうビームライフルみたいなことができますね。しかしそれ以外にも障害物検知、不審者検知、動物対策など使い道はアイデア次第でめちゃくちゃたくさんありそうですね。次にこのモジュールの消費電力も測定してみます。電流計をセットしました。センサーがハイの時 35mA ぐらい、センサーがローで 33mA ぐらいですね。なお電圧は 5V で 33mA なんて少ないと思われるかもしれませんが、これ常時点灯させることを考えると結構バカにはならないですね。計算すれば 0.17W 程度ではあるんですが、数日単位の長期間だと電池駆動などはちょっと厳しいかもしれませんね。ちなみにこの手のセンサー、産業用としてはかなりメジャーで大手メーカーからも出ています。私ジャンクで入手していたのを思い出しました。もちろん信頼性は比べ物にならないぐらい高いですが、基本的な原理としてはほぼ同じですね。ちなみに価格は1万円とか平気でします。いかがだったでしょうか。今日はアイデア次第でかなり便利に使えそうな格安のレーザーセンサーについてご紹介しました。受光部に覆いをつける必要があったりとか改造は必要そうですが、基本的にはとても使いやすそうなモジュールです。レーザーの直進性を生かした他の方式にはないメリットがありますね。しかし一般的にはこの手のセンサーは透過型の光電センサーに入ると思うんですが、なぜ Amazon とかで激安のモジュールがほとんど売っていないか、返す返すも気になりますね。さて今日の動画がもし参考になったよという方はぜひ高評価の方をお願いいたします。また私のチャンネルではいろいろな契約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。さてそれでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回さよなら。